皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。第2話、プラチナについて、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解説していただきます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よいしょ。科学から申し上げます。はい。まあ、前から、まあ、同じような動きなんで、ここの線が引いてありますが、だいたい4500円が上値で、4100円ぐらいが下値になって、これらに近づくと価格は、日本円では、4100円だと買って、4500円を過ぎると売ればいいというような、空売りができる場合は、4500円で空売りをすればいいというようなパターンになってます。高くなったら売って安くなれば、買うという横、なんていうか波型の、チャートになっております。ニューヨークのプラチナ価格はそれが850から、まあ、1000ドル、ちょっと出たところもありますが、だいたい1000ドル近くになると、上値抵抗線があって反落しますというところになってますかね。ですから、まあ、右肩上がりの金みたいな値段ではないんですが、こういった修正を分かれば、そんなに投資は難しくないと私は思いますけど、まあ、なかなか儲けるのは難しいかもしれませんね。まあ、狭いですからね、値動きが。そうですね、150ドル。まあ、上手にやってくださいってことですね。はい。はい、前回も、このワールドプラチナインベストメントカウンシルのレポートを一つを、1回目を半分話しまして、今回は重複するところもあるんですが、内容的に、2回目のお話を申し上げます。はい、前回もお話した通り、供給不足は続くということで、この右肩のグラフがございますが、新しい予想ではこうだと。前の予想はこんなに多かったんだけど、それほど多くはなくて、これだけの、まあ、同じ550万オンスですね。50万オンスの約17トンの、需要の 7% が足りないと。いうことですね。前回は鉱山会社が、やっぱり安いんですね。プラチナだけじゃなくて、プラチナグループメタルの採算が全然合わなくて、もう掘るのをやめようかっていう話になってます。私が長い経験の中で、鉱山の倒産っていうのはほとんど見たことはございませんが、はい、一般的に倒産するっていうのはですね、倒産するというか、その一般的に価格が、供給者のこういった赤字が続いて価格がどうなるかってことなんですけど、実際問題は供給者がいくら赤字でも価格はどんどん下がることがあります。ですから、足りないっていうだけで悲鳴を上げてるだけでございますが、はい、悲鳴を上げてる段階では価格はなかなか上がらないのは過去の事例でございます。うん、どういうことかと言いますと、本当に足りないっていうのは死んだ時ですね。供給者の1社でも2社でもたくさんの供給者が死んだら急騰しますけれども、はい、1社でも死ぬと、これは大変だってことで価格は上がりますけれども、我慢して、赤字でも生き残ってる間はなかなか価格は供給者のために上がらないんですよね。このプラチナムインベストメントカウンシルは供給者の団体でございますので、当然悲鳴を上げ続けてるわけでございますが、はい、もうやっていけないよ、やっていけないよと。じゃあ、市場の方は、じゃあ潰れたらっていうわけですね。実際に潰れちゃったら市場はこれ大変だっていうんで上がりますけど、それまでは供給があるわけですもん。そうです。赤字だろうがそんなこと関係ねえよと、物があれば別にいいんだよと、安ければ安いほどいいよっていうのが需要家の態度でございまして、はい、それが本当にいなくなっちゃって、作らなくなっちゃったっていうと、もう需要と供給の関係が出てきます。ですから、これまで長々と供給不足が続くと何年も言ってますけれども、なかなかプラチナ価格が上がらないのはそれが理由でございまして、足りないだけであったらどこの需給でもあるわけですね。で、とても合わないよっていうのも、どこの需給でも生産者の、我慢して赤字を続ける業界はたくさんありますから、それだけでは価格が上がらないわけですね。
サプライズがないと上がらないわけですね。はい。ですから、どうですかね。鉱山会社ってのはしぶといんですよ。うん、いわゆるその、蓄えがたっぷりありますから、はい、そういうことがよくありますので、なかなか死なないっていうのが現状でございます。はい。はい。ただ、需要の方はですね、自動車の需要が起こってきてるということが、今、新しいプラチナの、書いてあることでございまして、はい、今年は平均 11% 需要が減少すると。つまり、自動車自体の電気化、電動化が、特にプラチナは、ヨーロッパのですね、ディーゼル車が多いんですよね。はい、そのディーゼル車の売れ行きはここに書いてあります。下のグラフのように、前回の予想はまだ良かったんです。それからもっと悪くなるよ。28年に向けて、23年から崖下に落っこちるように電気化が進みますよと、特にディーゼル車は変わってきますよ、ということが書いたのが、このヨーロッパの自動車販売協会 ACEA って言うんですけども、ここがデータを出しましたので、これは、なんていうか、プラチナの触媒需要が実際に減少するだろうと。いう理由ですね。ですから、あまり生産が減っても需要も減ってくるから、うん、困ったもんだねという話でございます。ただパラジウムからプラチナへ大体はここには不確定って書いてありまして、プラチナからプラジウムへの大体って書いてあるね。これパラジウムからプラチナの代替ですね。ということですね。逆だと思いますけどね。プラチナをパラジウムを置き換える。あ、そうか。パラジウムが値段が下がったんですよ。ちょっと今日はこのグラフを作ろうと思って途中でやめちゃったんですけども。はい、来週、作りますかね。38% のパラジウム価格が下がってきたんで、プラチナと同じようになっちゃったんですね。ですから、パラジウムに変わるという動きが減速した、あるいはもうやめちゃった、パラジウムでいいやっていう話になっちゃったってことがここに書いてあることでございまして、プラチナにとってはマイナスの影響でございます。これは結構大きい影響ですよね。パラジウムに代わってプラチナが増えるという話がなくなっちゃうと、これはプラチナの大きな需要の伸びの、減少ということになります。燃料電池は、ここに書いてあることは、いわゆる大衆車、乗用車ですね。乗用車はもうちょっと難しいねという、少し先に伸ばされますよねと。はい、もっぱら大型車、バス、トラック、こちらは燃料電池が大きく、水素の供給が、いわゆる事業所の場合は、水素ステーションを自分のところで作って、そこへまあ水素を買ってきて充填して、タンクローリーで充填して、それをバスとかトラックに、工場というか、出社のところで、充填することができるので、大型車にとっては燃料電池は進むと思われます。すでに私は、渋谷でしたかね、燃料電池バス乗ってますけどもね、はい、都営バスなんか進んでますよね、はい、都営バスが、ね、出ますね。はい、はい、ということで、燃料電池は大型車はいいんだけど、電気自動車じゃなくて、乗用車の方はどちらかというと日産がやってます。電気自動車の方が進むかもしれません。トヨタは全部やってますから、トヨタがどれに力を入れるかってことがありますけど、まあバッテリーにとっても問題はあるんですよ。リチウムの問題とか、どっかで充電しないといけない問題とか、いろいろまだ解決しなくちゃいけない問題ありますが、燃料電池の水素を充填するというのを家庭に作ることはなかなか難しいと思われるので、ちょっと乗用車は遅れるかもしれませんというのがここに書いてあることですね。大型車向けの燃料電池の予想はこの茶色いグラフでございまして、そんなに変わってない。点々が前の予想で、こっちが。ところが小型車は、乗用車は点々がこっちの方に赤い色でシフトしてます。ですから、大型車向けは大丈夫だけど、小型車向けの燃料電池はちょっ
と先だねって話になってます。はい、まだ未定、自動車の形態がどうなるかはこれからの問題で、まあ、私が死ぬ頃までには決まるでしょうけれども、私が生きてる間にはまだいろいろあるかもしれません。ということでございまして、次は工業用プラチナ需要はそれほど伸びてない。つまりガラス工場が一社できますと、東南アジアとあるいは中国にガラス工場ができると、一気にそのガラスの作る精製設備、ガラスをなんていうか流す研いみたいなところは全部、プラチナでできてまして、グラスファイバーなんかを作るのは500キロぐらいのプラチナをで作ったプラチナ、純プラチナの、なんていうか設備で、ガラスを、真っ赤なガラスを上から下に流して空冷、風で空冷してグラスファイバーにするという設備がございます。こういったものは全部プラチナでできてますので、工場ができるときにはドーンと大きな需要ができる、出るわけですが、工場建設が一段落しますと、この工場用のプラチナ需要は急減します。ということでございます。2024年と25年には緩和すると予想されております。ただし、最後は、市場在庫は下のグラフのように急減してくるので、実際問題私はこの地上在庫っていうのは非常にインチキだと思ってるわけですけれども、なぜならば自動車メーカーが持ってる在庫っていうのは誰もわかんないんですよ。自動車メーカーの購買部の人でさえわからない。私は現場まで行って、どうですかって聞いて、それでも言わないんですよね。うちは何キロ持ってますなんてことは絶対にトヨタさんも日産さんも言いません。現場まで行かないとわからない。購買部で聞いててもわからないですね。全く知識はないです。極秘でございまして、大体職場メーカーに預けてあるプラチナの量ってことになるんですが、それを外部からプラチナ在庫なんていう形で、あたかも知ってるような顔して言うのは嘘800でございます。市場の操作のために言ってるだけのことでございます。ただ、感覚的にこのようなグラフ的に、地上在庫はどんどん生産が少なくなって需要の方がある程度伸びれば少なくなっていくだろうというのは大体想像はつきます。具体的にあくまで予想ということですね。そうですね。具体的に何トンという何オンスってことは私は無理だと思ってます、個人的にですけれども、はい、ただ現象としては急減していくのはその通りだと思います、はい、以上でプラチナの話はおしまいで、やっぱり上下の範囲で動くんじゃないでしょうかね。プラチナ価格そんなに上がると思って買って俺に騙されたなんていうのはちょっと申し訳ないんですけども、そんなに上がるとは私は思ってませんので、供給不足が続いたとしても、はい、続いている中でもはそんなに上がらないということです。そうです。鉱山会社が、はい、倒産したらちょっと上がると思います。はい、はいはい、以上でプラチナの話はおしまいでございます。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。